こんにちは、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所の所長の中岡です。これから、当臨海実験所の、案内をさせていただきます。よろしくお願いします。入り口です。この欄干にある模様の19世紀のビクトリア王朝のデザインを取り入れた、当時はモダンな、デザインだったと言われています。厚岸臨海実験所本館の内部を紹介いたします。まず1階玄関入って、右側に行くと水族室があります。こちらを向かいます。1990年代まで、このスペースは一般公開された水族館でした。下 の、 寒いところの海の生物を展示、していましたが、1990年代に公開の水族館としての役割が終わりました。ただその当時 の、水槽、施設、それから海水や淡水の供給システムというのはそのまま使いますので、以降現在まで、大規模な水槽実験などをこのスペースで行っています。いわゆる水族館のバックヤード、ですね。こちらの方が、研究のメインの場所になります。大型水槽が全部で15基ぐらいついていて、さまざまな実験で使うことができます。今飼育実験用の生物をちょっとずつキープして入れてやります。野外調査器具もここで管理しています。寒い海ですので調査は特に水の中に潜って、行う調査はドライスーツを着て、行います。で、最後に、水槽で、超音水槽のシステムがここで今は、実験してない時期ですが、この超音水槽を使って、海洋の、地球温暖化、水温上昇や海洋酸性化などを将来の環境模式を再現した飼育実験、操作実験などを行っています。臨海実験所では1950年代から職員が毎日海洋観測を行っています。その、記録をするための観測室です。こちらに、ログデータがありますけれども、1950年代から、平日は毎日記録をつけていまして、水温や他の海洋環境の長期変化が分かっております。実際に1970年代から2010年代にかけて、実験所周辺の水温が約1度以上、上昇したということも分かってきました。厚岸臨海実験所の、室内施設を、ちょっとずつ紹介します。まず科学実験室です。こちらでは、科学的、な分析、水質や低質の分析などを行うための、機材が、置かれています。まず、こちらにあるのは海洋酸性化に関わるアルカリ度を測るための機械です。それからこちらは、炭素と窒素の含有量を測る CN コーダーです。こちらには、大型の蛍光顕微鏡、蛍光顕微鏡で、植物プランクトンや、
最近はあのマイクロプラスチックの研究のために利用しています。植物プランクトンのろ過をするための、ろ過キットです。ろ過装置です。それから分光コード計で、分光コード計、それから、蛍光系コード計でクロロフィルや、シードムという、有機オプゾン炭素物の量などを測るための機械です。生物学実験室です。こちらは主に生物のサンプル、野外で取った生物の海洋生物のサンプルの処理をしています。アマモ場で取った小型の無脊椎動物の処理を今しているところです。他に生物の生物量を測定したり有機物含量を測定するための機械があります。中に海水が入っていまして、先ほどの水槽実験室に、海水を供給しています。で、そこと飲んでいます。厚岸湾が、一望できます。海岸に、転石帯と岩礁長管帯が見えますが、ここで、磯の生物の実習などを行います。